800万人だった観光客は2400万人になった。大阪皆さんすごいんですよ。海外からの観光客の伸び率世界一なんです。皆さん海外からの観光客は随分お金を使っているんです。日本人は1人平均5万円なんですが、外国人は15万円ですか。1年間で4兆円もお金を使っている。もっともっと増えていきます。日本の食べ物美味しいんだから。まだこの美味しい美味しい牛、大岡さんからはいただいておりませんが、この京都にやってきていただいて、そして、帰りには卵子でも買って帰っていただいて、まあ、抹茶ソースもついでに食べちゃう。こうやってこの地域にもどんどんお金を落としてもらおうじゃありませんか。